エディル・ジャーンは、ベルギーの元トライアル選手。1982年から1984年に、かけて、トライアル世界選手権3連覇を達成した。また、ベルギー全国トライアル選手権を7度にわたって、制した。若き日のエディは1974年、1977年、1978年の、ベルギートライアルチャンピオンであったアニジャン・マリーの後を、追った。 ホンダの学生ライダーから始まり、1979年には16歳という若さでホンダ技研工業と契約を結んだ。1980年に初のベルギータイトルを獲得、トライアル世界選手権でも総合4位となった。ホームグラウンドのベルギー戦では初の世界選手権勝利を飾った。1981年もベルギータイトルとトライアル世界選手権4位をものに、 した。1982年のシーズンには世界選手権で9勝を挙げた他にも2回表彰台に上り総合1位となりベルギーのタイトルも保持した。1983年と1984年のシーズンも世界及びベルギー国内でホンダのタイトルを防衛した。1985年はファンティックのライダーティエリー・ミショーとのタイトル争いとなった。 ルジャーンは、ベルギー戦とオーストリア戦で勝利を収め、それ以外でも10戦中8戦で、表彰台に上ったが、未勝に及ばず、総合2位でシーズンを終えた。1986年のシーズンは、未勝だけではなくホンダのチームメイトである、スティーブ・ソー・オンダースも交えた三つどもえの長い戦いとなった。勝利と表彰台のほぼすべてを彼らで独占し合った、あと、 フィンランドの最終戦にすべてが持ち越された。ルジャーンにとっては、ライバルのミショとソーンダースが1位と3位をもぎ取り、選手権総合1位と2位に輝く中13位で、フィニッシュするという辛い日となった。1987年には、はかばかしい結果を残せず、シーズンの終わりに、ホンダは彼との契約を公開しない決定を下した。ブルタコの創設者、 バッコブルトの息子イグナシオブルトは新たにメルリントライアルバイクの生産を推し進めており、1988年シーズンにいち早くルジャーンと契約した。ルジャーンはルクセンブルクとベルギーで表彰台に上り、選手権総合6位という上場の結果を残したが、メルリンはシーズンの終わりに倒産してしまう。1989年1990年の シーズンは、モンテッサに、ライダーとして所属した。1998年、大きな交通事故に遭い、現在まで残る、東部外傷を負った。エディ、ジャン・マリー、エリックのルジャーン三兄弟は2011年の、スコティッシュ6日間トライアルに揃って出場した。ありがとうございます。